公楽園。公楽園は、岡山県岡山市北区公楽園にある、日本庭園、大名庭園で、日本三名園の一つである。江戸時代初期に、岡山藩主、池田綱正によって造営された、原禄文化を代表する庭園で、国の特別名称に指定されている。公楽園は、岡山藩主、池田綱正が、岡山軍大館、津田栄正氏に命じて作らせたもので、 1687年、上京四年に着工し14年の歳月をかけ1700年、元六13年に完成した。岡山市内を流れる旭川を挟み、岡山城の対岸の中洲に位置する。藩主が品格をもてなした建物、遠洋亭を中心とした地仙海有識の庭園で、岡山城や周辺の山を借景としている。江戸時代には、野辺洋を茶屋屋敷、 庭園を公園、またはご公園と呼んでいた。1871年、明治4年、園内を一般開放するにあたって、これを、広楽園と改めた。総面積は13万3000平方メートルであり、東京道具の約3倍である。道園は、岡山県が所有管理するが、管理業務については、県の外閣団体である。 公益財団法人岡山県郷土文化財団が、県からの自宅業務して行っている。町長名の高楽園は本園が所在する中洲のみを町域としている。郵便番号は703-8257、岡山東郵便局管区。現在、高楽園から旭川を隔てて、南にある岡山城は1597年、慶長2年。 豊臣家後大老の一人で、時の岡山藩主であった、浮田秀家が、旭川の流域にあった、岡山という小高い山を利用して築城しものである。この時、旭川を城及び城下町の防御を固めるための、堀の代わりとして用いるために、旭川の流路を、岡山城の手前で大きく、東方へ曲げて、城の北東面に沿わせ、さらに南流するように変えたのである。これにより、 城と城下町の防御は強固なものとなったが、あまりに不自然な流路となったため、以後、岡山城下はたびたび洪水に悩まされることになる。藩主の座は、浮北市の後、小早川市から池田市へと移り変わり、四代目の池田綱政の知性となる。池田綱政は父、三政に見出されていた津田栄忠氏を登用し、 度重なる洪水の被害に疲弊していた岡山藩の財政再建のために、神殿開発はもとより、放水路、百軒川の改作などの抜本的な洪水対策を行い、藩の財政を再建させた。1686年、上京3年頃に百軒川が完成し、藩の財政にも余裕が生じてきたため、津波政は A ただしに命じて、 上北側の旭川沿い低湿地及び浮きた、ひ家によって集められた、古生地が居住していた、古生町に、自らの休息のための庭園を作るよう命じた。岡山藩市、斉藤和沖の池田家履歴略記には、草原港、イコール綱政五遊休の園を開かれんため、日川、日の川、イコール、京橋川の東、小野軍、上東郡のうちにて、小野は、浜村のうち、 上東軍は、国富村のうち、上北にあたって、その地を牧せられ、津田重芸次郎、イコールへただし所持部業師、とある。池田家史料によると、1687年、上京4年12月に着工し、桑はじめ、翌1688年、元禄元年には、本格的な土木工事に取り掛かり、次々と園内の建造物や植栽が、完成していった。藩主、 津波政は、岡山在城中に、足しげく庭園に通い、工事開始4年後の1691年、元禄4年には、完成したばかりの延べ予定で、津波政が、ええただしら工事に携わっている家臣の労をねぎらって、園内で園を催していくことからも、この時点で、津波政が満足できる出来栄えになっていたと見られる。途中、洪水の被害を受けて、施設の建て替え等を余儀なくされたが、 その後も、庭園の拡張や新たな施設の建築が行われ、1700年、元六13年に一応の完成を見る。なお、庭園は、工事が始まった当初は、五菜園、五菜園塚などと呼ばれていたが、1695年、元六8年頃には、城の背後にあることから、五公園、または公園と呼ばれるようになった。御公園の管理には、 専門の武行職が設けられて徹底した管理が行われ、園内は時の藩主の好みによって所々変えられていった。また、当初の園内は津波政が田園風景を好んでいたため、田んぼや畑が多く配置されていたが、1771年、明和8年に藩が財政難に見舞われ、藩主、池田知政が経費節減のために芝生を得させ、 次第に現在のような景観に変化していった。ご公園には藩主が岡山在城中に休息のためにたびたび訪れていたが、幕府が大名の生活を厳しく監視していたため、他藩の藩主や客人等が岡山に来訪した時には、ご公園は用いられず、すべて岡山城内で接待していた。ご公園で岡山藩主が客人らをもてなすようになったのは、 幕府の力が衰えた幕末になってからで、1830年、天保元年と1838年、天保九年に旧代藩主、池田人氏が、実の父親で、薩摩藩主であった、島津成尾をもてなした記録がある。また、火を定めて、藩内の人々を対象に、園内の公開が行われていた。1869年、 明治2年の藩籍奉還によって五公園は岡山城と共に一時的に明治新政府の手に渡った。翌1870年、明治3年11月に五公園は再び岡山藩の所有となり、1871年、明治4年2月7日に藩知事に就任していた池田明政が火を限って一般に開放した。この五園の名称を中国。 その藩中縁が表した竹養老器にある、千遊降楽、先天下のしかも言う、降天下の落地楽からとって、降楽縁と改めた。しかし、それまで池田家の居住していた岡山城が兵部省管轄下になり、居住場所を失ったため、同年七月十四日には、峰泉院、九代藩主、池田成利夫人、十代藩主、 池田義正夫妻らが高楽園に移住することとなった。その後、1882年、明治15年に多額の夫妻を抱え財政的に苦しかった池田家は、当主の小生が、岡山県に高楽園を、土地は無償で、建造物と樹石は優償で譲渡することを打診した。1883年、明治16年12月22日から27日に、 かけて開催された見解では反対派の議員から、高楽園に県務とするだけの価値があるかどうか疑問の声が上がり、高楽園買収の議案は一旦否決されたものの、高楽園の文化的価値や観光地としての価値を再検討した結果、12,500円で買い取ることを決定した。高楽園は、この後、岡山県庁の付属地として扱われ、1884年、 明治十七年に一般に広く公開されるようになり、日本三名園の一つとして挙げられ多くの人々で賑わっていた。こうして、明治以降も江戸期の姿をそのままに留めていた、後楽園であったが、太平洋戦争中の1940年代前半には、食料事情の悪化に伴い、園内の芝生部分が芋などの畑に転換され、さらには1945年、 昭和20年6月29日の岡山空襲により、延べ予定など、江戸期から残されていた園内の建造物の多くが消失した。終戦後の1947年、昭和22年頃には、新中軍の宿舎として使用され、園内には、火曜の池の北に25メートルプールが作られていた。新中軍の撤退後は再び、岡山県の所有となり、 およそ2億円の費用を投じて、園内を本来の景観に復元。1954年、昭和29年6月1日からは、有料として一般に公開されるようになった。1967年、昭和42年に、園内のすべての建造物の復元が完了し、幸楽園は王子の姿を取り戻した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。